ボスホート1号は、初めて複数の人間を宇宙空間に送った。初めて技術者、学者を宇宙に送った。また初めて宇宙服を使わずに飛行した、ソビエト連邦の宇宙船である。ボスホートはロシア語で日の出という意味である。また、この飛行では 336km という当時、最遠距離の記録が樹立された。複数の人間を宇宙空間に送ることを計画した。 アメリカ合衆国のジェミニ計画に対抗して始められた。この飛行では、1871年のパリコミューンの旗の一辺が持ち込まれたと主張されている。ボスホート1号は、3人乗りとしては小型であり、乗組員のための3体の宇宙服は省略され、乗員区画の大きさやペイロードに余裕はなかった。もともとボスホートは、2人乗り用として設計されていたが、 ソビエト連邦の政治家の圧力で3人乗りとなった。ボスホート計画は短期間で終わり、ボスホート1号の他は、2人を乗せた、ボスホート2号しか飛ばなかった。ボスホート2号では、アレクセイ・レオーノフが人類初の宇宙遊泳を行ったため、宇宙服を着て行われた。ボスホート1号を記念した切手当初、ボスホート1号には、ボリス・ボリノフ、ゲオルギカティス、 ボリスエゴロフの3人が登場する予定であったが、打ち上げ予定日の3日前になって、乗組員が変更になった。これは、ボリノフの母が、ユダヤ人であることを国会委員会が知ったためであると、言われている。乗組員の選抜には、政治の意向が働いた。ボリノフのユダヤ人の母の他に、カティスの父は逮捕され、大粛清で射殺されていた。様々な派閥が、 彼らの代表を宇宙に送るように求めた。セルゲイ・コロリョフも宇宙船設計者は自身の設計した宇宙船に乗るべきだと信じていたため彼の会社の技術者を宇宙飛行士にしたいと望んでいた。ソ連空軍は乗組員を空軍パイロットと技術者または科学者、医者で構成することに同意したがべてを軍人とすることを主張した。ボストーク計画 ボスフォーと計画、ソユーズ計画で機体の設計を行ったコンスタンチン、フェオクチストフは、この飛行で、初めて宇宙飛行をした、文民、唯一宇宙飛行をした、ソビエト人宇宙船設計者となった。医師のエゴロフは、ソ連共産党政治局とのコネを持つ、父親の政治的影響力を用い、乗組員に選ばれた。 三人の乗組員は3ヶ月から4ヶ月の訓練しか受けなかったが、これはもしかすると、1980年代にスペースシャトルで宇宙を訪れたアメリカ合衆国の政治家、ジェイク・ガーン、ビル・ネルソンを除いて、世界の宇宙開発史上で最も短い期間だったかもしれない。ボス砲と1号と2号のカプセルボス砲と宇宙船は、基本的に、 ボストーク宇宙船を元にしており、固体燃料の逆推進ロケットの長部に、高化モジュールが付けられている。脱出シートは取り外され、3人分の座席が、ボストーク宇宙船と比べて90度回転して、取り付けられている。打ち上げや、着陸の失敗時に、乗組員が避難するための装置はなかった。また、着陸の際の衝撃を和らげるために、 パラシュートが取り付けられていた。ボストーク宇宙船と異なり、ボス砲ート宇宙船には脱出シートがないことから、乗組員は降下モジュールの中で着陸しなければならなかったため、パラシュートは必須であった。ボス砲ート1号のミッションの多くは、生物医学に関わる実験や宇宙空間で、専門分野の異なるチームが、どう協力するのかについての研究であった。 ミッションは短く、わずか24時間を少し超える程度だった。ついでに言えば、ソビエト連邦初期長のニキータ・フルシチョフは、この宇宙船が宇宙空間にいる間に権力を失い、これがミッションが打ち切られた原因ではないかと疑われている。しかし、宇宙船が窮屈な状態だったことも長期間の飛行ができなかった原因の一つだと考えられている。 二人飛行のジェミニ計画が開始されるよりも先に打ち上げられたため、ボスホート1号は一時的に電話あるが世界に大きな衝撃を与えた。NASA 長官のジェームズ・ウェッブは、ボスホート1号の飛行を宇宙開発上の偉大な達成と称し、国力の維持と維新のために、ロシアが宇宙開発を大いに続けることを明確に示すものだ、と付け加えた。ありがとうございます。